3番方向に出ます。パークフローラルって書いてあるでしょ。シャトー・ド・ヴァンセーヌから3つ目、スタード・レオ・ラグランジュでおります。今乗ってきたのは112番です。市内ではないので必ず帰りの時刻など見ておきましょう。あんな乗り物があるんですね。あれ何、借りられんのかね。なんか面白そうね。こっちに右に行くのかな。盆栽って書いてあるからね。今ね、盆栽エクスポっていうところに着きました。盆栽ってちゃんと日本語でも書かれてますね。パリにこんなとこがあるとは。ヴァンセンヌの森の中にある盆栽パビリオンというところで、今日まで金土日と盆栽の展覧会が開かれています。私はオブニーという日本語の、あのフランスの情報誌ですねを見て金曜日に知りまして、びっくりして今日撮りに来ました。皆さんも一緒に見てみてください。今年からですね、有料になりまして、ネットでチケットを購入して来場する。でそのチケットをどうして有料になったか、去年までは無料だったそうなんですけどね。その理由はですね、あの大宮の盆栽村といって、私が YouTube で以前ご紹介した私のチャンネルで、あの盆栽村の人たち、盆栽村を招致したい、あの招待したいということで来年ですね。で今年は有料にしたとのことです。まあどんな感じなのかとても楽しみですね。じゃあ見ていきましょう。盆栽の文字がありますね。フランスではね、盆栽というらしいんですけど、盆栽です。正確には盆栽ですけどね。こちらの主催者の方は盆栽と呼ばないで盆栽というように、あの言ってるそうです。アントレがここでした。入場しますとね、すぐに日本庭園があるみたいですね。入るとすぐにこんな感じで、すごい幹だねこれ。ラオスとかベトナムで見たガジュマルの木を思い出すようなすごい幹が。ここから入るらしいんですけど、わあ綺麗だね。紅葉が見えますかね。ちょうど紅葉の時期です。今ずっとこう通路にももうこうやって置いてあるから、入場料払わなくても見れんじゃないかな、これだと。こうやって説明のパネルがずっと貼られてます。あのここまでは自由に出入りできて、こっから先がエクスポジションということみたいですね。あ、そうです、そうです。こんにちは、 bienvenue à Bonsai Culture Expo 2022。
pouvez, il y a plusieurs espaces d'initiation, de démonstration et des expositions. Je vous laisse profiter. 今ジャンイブさんにご挨拶いただきましたね。こっちはデモンストレーションコーナーでいろいろなのをやって剪定だとかやってるそうです。これは楽しいね。竹やぶもちょっとあって、なんかやけに整いすぎたけど、これはまずですね、いろんなデモンストレーションをやってるそうです。どんなデモンストレーションをやってるんですかね。ここが会場です。ああ、こういう教えてるんだ、なるほど。盆栽教室みたいな、あの方が先生ですね。中国風かな。デモンストレーションで見せてるんですね。このキノコ面白いね。コンビニだそうです。ここではデモンストレーションやってます。そしてこっちが展示、ちょっと展示がしてありまして、この教えてる方たちの作品じゃないかなってちょっと思ってます。こんなに近くにクジャクさんがいる。クジャクさん、クジャクさん、今はなんか講座が開かれているところに来ましたね。で、ここが竹やぶで、そして向こう側に今向かってます。こちらが、そして何でしょうか。石？あー、これね、面白いよね。あ、でこっちがギャラリーになってるんだ。ぐるりってねじ曲がってる感じ。会場はね、静かで、なかなか竹やぶもあって緑に囲まれてていいとこですね。
会場が。こう竹やぶがあるっていうのがすごくいいね、これは。すごい町がありますよ。今ね、日本にもたくさん盆栽のファンっていうのがいるから、こういう催しがバンセンヌの森で行われてるっていうのは知ってるとね、春に来る楽しみができますね。なんか顔に見える。叫んでるみたい。こういうちっちゃいの売ってるのかな。ほら、大宮の盆栽祭りでもこういう小さいのが人気でしたよね。回ってる。あれ盆栽 .com だって。盆栽の本がこんなにあるとはね。ここは盆栽に関する書籍コーナーですね。盆栽のテクニックとか、この本がね、こちらのパークフローラーズオブパリを描いた本です。書いた本ですね。こちらのことがいろいろ載ってます。日本のね、いろんな人の話も載ってるんでしょうね。で、この本を出したのが、ここのジャン・イブさん。ジャン・イブ・ラムセさんですね。これが25ユーロで売ってます。とってもいいと思いますよね。あと他にも盆栽に書いて書かれた本はいっぱいあるみたいです。このね、これを買いました。主催のね、方の本です。それでね、ここが材料とかいろんなものが売ってる。ほら、剪定するやつとか。盆栽庭、盆栽庭。鉢が売ってますね。盆栽庭というお店なのかな。フランスの子供は親と一緒に見に来ますよね。そしてこの見に来た子供がここの主催のイブさんのように大きくなってね、こういう催しだとかこの場所を守ってってくれるような人が出てくるといいですよね。立派な幹の盆栽もあります。あ、こんなとこあったんだ。
こういう竹やぶの間にねお店があるっていうのはいいですね。こっちは鉢が売ってますね。お抹茶用の茶碗ですとか、盆栽に使えそうな鉢ですね。小鉢。このシチュエーションがいいね。隣が竹やぶだからね、日本にいるみたいな気分になるわ。C'est donc c'est qu'est-ce que c'est ça c'est c'est de la terre oui mais c'est piqué ah d'accord avec une aiguille c'est très intéressant et ça c'est l'émail c'est l'émail l'émail c'est le verre que,、mm-hmm. que j'ai mis dessus et à la cuisson ah d'accord ça coûte combien c'est 170 euros 170 oui. d'accord tu peux les fraiser oui bien sûr C'est très joli, j'aime beaucoup. Merci. Je m'appelle Audrey, Audrey. Bourdageau et c'est Asu céramique. Ah, totemo ne, steki na potto o mitsukemashita. Céramiste. Oui. Oui. Merci beaucoup. Oh, c'est moi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je reviens. Merci beaucoup. Au revoir. ここでもね見れるそうですよ。でもネットでは買えないそうです。だからここで買うしかないんですよ。ちょっと170ユーロなんで考えてちょっと回って考えてきます。何が始まるんでしょうか、それとも終わったんでしょうか。今デモンストレーションが行われている庭にいます。ジャン・イブさんがいらしたらここにサインしてもらおうと思います。ママリンのために買いました。さっきね LINE でママリンに電話してね、それで欲しいって言うんで買っときました。来年ママリンパリに来るからその時にねここに来ればいいかなと思いましてね。あっちでなんか講座みたいなのやってて、あっちも行ってみますか、もう一回。Moitié français, moitié japonais. Domo beaucoup. Merci beaucoup. Domo beaucoup. Oui, oui, ça d'accord. Marche. Ça marche. Domo beaucoup. Domo beaucoup, oui. Un peu bizarre, mais c'est bien. Domo arigato. Domo arigato. Merci beaucoup. Thank you.
昔のね、江戸時代の時代劇に出てくるような岩壁にある木みたいなね、イメージで、これは面白いですね。ほら、海辺のさ、岩壁、こう海辺にさ、こういうところあるじゃない、波打ち際っていうの、そこにある木みたい、すごいよね。あ、通り抜け道だ、タイトルが書いてありました。こう波打ち際の岩壁の木って感じで、ここが通り抜け道みたいになってて、こう木が生えてて面白い。こういうふうにね、説明するボードがちゃんとあって、見てる人たちがいてね、こうやってちゃんと説明するボードがあります。盆栽がよくしわからない人もわかると思います。もう閉館時間ですね。こんなカフェもあります。あ、このカフェかな、私ここで食べようと思ってたのかな。こんなカフェもあって、日本の昔のね、家みたいな平屋のああいう家もあって、トイレ汚かったらカフェのに行こうかな。日本のね、こういう文化を大切に思ってくれるフランス人がいるって素晴らしいことですね。盆栽自体が素晴らしいと思うんでね。ただ日本のエスプリっていうか、日本の精神が分かった上でっていうのもいいし、分からなくてもこれを機にね、日本の文化っていうのを知っていただけたら嬉しいですよね。閉館でピー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 になってます。まさか閉館までいるとは思わなかったな。パークフローラルドパリ、昨日ね、バスでは気がつかなかったんですよね。で、こっち見るとほら、ヴァンセンヌのお城が見えるでしょう。すごいね、この場所は。夕日に染まるヴァンセンヌ城。昔はね、こういうビストロが結構あったんですけどね、最近見なくなりましたね。ここはヴァンセンヌで最後の終点なんで、テルミヌスっていうね、終点っていう意味のビストロなんですけど、面白いですよね。